どうも、マルベリです。推しのドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。さあ、ということで本日は、暗黒魔性の城ドスラです。ソロクリア動画でございます。まあもちろんね、今回のザバルア大陸アップデートされまして、まあかなり日数経ってしまいましてですね、ラスボスはこいつだということで最速で動画は上げさせていただいたんですが、あちらマルチでのまあ紹介ということになりまして、今回はソロ、意外にですね、このソロのあのノーコンノーデスではなくてノーコンクリア自体が結構難しいということでございまして、まあ一つね、ちょっとそのノーコンにチャレンジ、まあ運良ければノーデスにチャレンジ、していきたいかなと思っています。編成はこのような形でございます。持ってく道具は、特約長板の世界樹の葉雫でございます。食べ物はね、トマスパでいきたいと思います。チャレンジしましょう。まあ進みながらね、いろいろと、まあ、攻略要素といいますか、今回濃厚に向かっての要素を喋っていこうと思いますが、まあ1フロア目、2フロア目、3フロア目は普通に、突破してきますが、またなるべくですね、HP、最後のボスに行くまでに減っていない状況を作るというのと、スキルフィニッシュは必ず、75% 以上入れていこうという感じはやっていきましょうという感じですね。で、今回、まあ、このザバラ大陸全体に言えることで、全体スキル多めにっていうのをね、以前あの動画で、ベラの時かな言ってたと思うんですが、まあ、今回もですね、同じく全体スキル、多めで編成しております。まあ、ちょっと最後バンバン打っちゃいましょう。スキフィン 75% を決めて、各フロア男女突破していきましょう。まあ、あのここでね、幻入っちゃうんですが、まあね、死ぬことはないと思うので、1フロア目、2フロア目、フロアが変わればね、マヌーサも幻効果も消えますんで、じゃんじゃん進んでいきましょう。で、バトマス・マルベリーはですね、まあ、ちょっとギガスラ2枚、さらには、スパスタ・マルベリーは、まあ、ルビスの光、賢者・マルベリーはイオナズ2枚とかっていうね、かなりこう、なんと言いますか、上級スキルと言いますかね、すべて A スキル以上の編成できてますが、まあ、ここまでね、なかなかスキル揃ってないよっていう方多いと思います。ポイントとしては全体スキルでございますんで、全体スキルを多めに、なるべく自分の持っている効果力の全体スキルを多めに持ってきましょうという感じですね。で、ここね、あれですね、ヒドラ悪魔進化のところをちょっと HP 減ってるとこだけ意識してね、ハッスルダンスとかなんか駆使してちょっと HP 全開した上でいきましょう。なるべくね、HP は回復した上でいきたいですね。で、CT もね、できれば貯めたいので、どっちがいいかな。まあ、右が全体打ってくるのかな、悪魔進化が。まあ、悪魔進化ぐらい倒しといて、HP 全開して、で CT20、75% 確保してから行きたいぐらいな感じですかね。まあ、まず悪魔進化を落としておきましょう。余計なダメージ食らないようにね。で、あとは75% ちゃんと確保してラスト迎えましょう。はい、これでいいですね。ほぼ全開状態で、最後スキルフィニッシュ 75% 確保して、いくという感じでございます。賢者マルベリースキルの、まあ、最終的に装備とかね、スキルとか見ますが、このね、今回のテンションチャージを持ってきてますよ。まあ、これもね、結構活躍するところでしょう。で、倍速を切りましょう。で、基本は真ん中タゲに合わせます。最初はね、戦闘始まったらまずは真ん中タゲで、ちょっとそこから調整はあるんですがね。で、いきなりですね、全体スキルをぶっ放してください。で、両、腕、両手かな、両腕というか両手をぶっ放した上で、はい、ぶっ放しましたね。で、このあとちゃんと両腕がない状態でゲージ割りに向かいましょう。で、できればゲージ割りの時に、最後割り役以外はガードしとくぐらいなね、ことができたらいいです。で、最悪ですね、このゲージ割りの時に1体蘇生しましたね。1体蘇生ぐらいだったら大丈夫です。一体蘇生ぐらいだったら大丈夫なんで、もうこれで抜きに行きましょう。でね、このね、ゲージ割りの時に両手が生き残ってると、もう相当厳しいっす。魔戦王の魔力が来ます。はい、暴走、痛い。まあここね、ルビス盾だとね、ダメージを食らえなくなります。で、その後にですね、もう手もね、こうやって、ランドインパクトとかね、あのマヒア堂とかもう一体いるんですが、これ合わせてゲージ割りの時にセットで打ってきます。で、これ回復スキルがちょっと間に合わそうなんですけど、まあ一応特約打っとくかな。
まあ、保険ですね。まあ、一応ノーデスも狙っていきたいので。まあ、今のタイミングね、相手攻撃してこないと思うんで、スキル来ないと思うんで、焦んなくてもよかったんですが、この再生入った後にね、こいつら厄介で、こういう風にね、攻撃してます。まあ、ランドインパクトは物理ダメージなので、三河市を多い方面に、装備してきてる編成でございます。はい。でね、この手がね、打ってくるこの眠りがだるいんですね、本当に。で、まあ、手が全部復活しますね、再生で。で、とにかく全体で手を処理していく。手を処理した上で、あのゲージ割りをしないとかなり厳しいというところですね。はい、これでゲージは割れないね。で、手をちゃんと両腕処理してから、これでガードを入れてって割りに行って、割りに行きたいって感じですね。割りに行くときはね、なるべく、ガードがちゃんと入った状態で行きたいんですけどね。これ、あれだな。転生チャージ発動しとくか。でね、全部手が残ってる状態でのゲージ割りっていうのはなかなかやりたくないんですけど、これでゲージ割りに行きましょう。ズン。はい、灼熱杉行きます。で、装備にね、ブレス系耐性の装備を持っていくといいでしょうという感じですね。ちょっと都合上賢者はブレス耐性装備が持ててませんが、ここね、ノーデス狙うんであれば、一旦フレンドさんを眠り解除しましょうかね。で、フレンドさんが回復持ってるんで、マヒアドを多分受け切れるでしょう、ギリギリ。受けろ、よし。いいよ、いいよ。で、闇ブレが来るけど、どうだ。なんとか、2発、3発とか集まらなければ、これでも受け切れるんじゃないか。再生が入ったか先に瞑想も、まあ、そうか、ごめんなさい、闇ブレはもう全体固定ダメージ、固定ダメージじゃねえや、全体闇ブレスダメージですね、勘違い。ただこの後ね、AI 次第では全然厳しいんですよね。さあ、ルビ光、ギガスラッシュで両腕を落としながら行きたい。両腕落としてくれっちょ。落とせなかったよ。まあただスーパースターの全体攻撃通常でも落ちるんじゃないかな。はい。でね、ここで素早さダウンなんちゅうね、めんどくさいのもありますね。ちょっとピオーラ入れて回復、ちょっと待って、連続呪文で回復いこう。連続呪文で全開すると。でもとにかくね、HP をちゃんと確保しとかないと、油断してる間にね、この3体が同時にね、全体攻撃をかましてくるというので、落とされちゃうとかっていうことが全然ね、ありえちゃうんでね、厄介ですよ。はい、これで全体じゃなく、じゃねえや、全体通常攻撃で全部落とすかと思ったら、まあ、落ちたからいいでしょう。で、ここで、ゲージ割り体制入っていきましょう。おぞましい叫びが来ますが、どうでしょうか。なんとかなるんじゃないか。ドスラーレス、ギガソードで割れるかな。とにかくこのね、全体スキルで両腕を落としたタイミングっていうのと、このゲージ割りの時しっかりガードするっていうことを意識することですね。で、ここは焦んなくていいですね。まずはショックが解消されるまでしっかり HP 確保しておきたいんですが、これ、速攻戻ったな。いや、でね、これね、両腕いるときにはゲージ抜き、絶対やんない方がいいです。どんな状況であれ。で、これ全体打っちゃうと多分割れちゃうので、右だけ割っちゃいましょうか。フレンドさんもちょっと戻しましょう。で、フレンドさんのジゴストとかでとりあえずは右は抜けて、OK。で、左だけの状態なので、ガード入れる人はガード入ってほしいけど入れなそう。んー、じゃあもうちょい左をいじめるか。フレンドさんのジゴスト単体メラゾーマがある。よしよしよし、これで抜きながらゲージ割りが可能。右手もう抜いちゃっていいな。よし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 、いいぞいいぞ。で、ピヨってあげたい。あー、またおぞましいが来るよ。おぞましか。まあ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 、またショックを。
溶けるのを待ちましょう。でね、一応しずくもね今回は持ってきているので、まあもう最悪やばそうであれば、もうこれちょっと結構今やばい感じですね。行動できる人が2人しかいない状態、どうでしょうね。これそろそろ雫の流れもありそうですけど、これガード間に合ったな。ギガスラのタイミングで1本抜きながらいければ、あー休み入っちゃったね。うん、これはもう使うタイミングが来ましたね。これは一旦ですね、雫で全開をして抜くパターンですね。しゃあないです、これは。まあこんな感じでね、雫使ってんじゃん、そりゃ濃紺いけるよって思いの方いるかもしれないですけどね、雫使っても濃紺できない場合があるというのがこのドスラーです、厄介な部分でございます。はい、必ずですね、一体はいない状態で、ゲージ割りに行くというところは徹底してっていう感じでしょうね。これを合わせてヨナズンで倒せないかな、倒せなかった。このマヒャドをあんま受けたくないんですけどね。まあ、耐性、ルビスあればですね、マヒャドダメージは、かなり軽減できますが。まあ今のところは順調でございますよ。今のところね。まあこの後何が起こるかっていうところもありますが。痛い。おぞましいがどう出る。おぞましくなる。おぞましくなる前に回復できるか。いやー、おぞましくなるね。おぞましい。まあ、これは特約をとりあえず使っておきましょう。雫でもいいぐらいですけどね。んで、ルビスあたりを入れたいか。ちょっと連続でいきたいな。連続呪文で。まあ、ソロのね、高難易度ダンジョンで賢者持ってく場合は、この、連続呪文は補助の方に使うっていう方が多いですね、比較的にね。というか、そっちの方が楽。で、まあ、場所にもよりますけど、ルビス鎧したとかを持っているんであれば、もう攻撃呪文単体で打って、山彦してくれることを願うぐらいだね。いう方がいいのかもしれません。これちょっと HP が微妙だな、抜けちゃうかな。特約を投げてヨナズンで、まあ、ギリギリ抜けないんじゃないかな。ラスゲいかないでしょう。 OK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  いい感じの調整入りました。ちょっとこれ怖いよ。ラスゲいかないでよ、まだ。さあ再生入っていく、素早さダウンが入りまくる、超万能でフレンドさんの眠り解除、これで抜いてラスゲ突入かな。あ、ちょっと待った、ルビス打つの忘れてた。忘れてたよ。しかも全部手残ってる状態でやっちゃったよ。これ最後の最後やばいことしたよ。よしよし。自分を言い聞かせる。自分を言い聞かせろ。最悪のケースに陥るな。ランドインパクト。よし、三河市ダイス。三河市賢者。賢者の三河市がこれは大きい。さあ、これマヒャドをギリギリ受け切って、とりあえず防御ルビスの、おー、ランドインパクト何回来るんだ、バカ野郎。せっかくのノーデスのチャンスを。てかノーデスどころか、これちょっと抜くタイミング間違いすぎて、これ死ぬんじゃないの。大丈夫か。全員ショックは免れた。やっちまった。全然ノーデスあったな今の。まず葉っぱで焦らず戻していきましょう。ちょっと倍速を切りましょう。 HP 一番少ない人にホイミ。そう、まああんまりね、時間をかけちゃうと厳しくなってくるので、さっさと行きたいところでございますが、ハッスルダンスがまだ来ていない。さあここから厳しい戦いが待ち受けていそうだ。眠りが入ってしまう。まあここはハッスルダンス狙っていくか、いやまあ雫でいいや。どっちか一方落としときましょう。叩きつけが、あー、まあじゃあ左行くか。どっちか一方、あー、右ショック入った。じゃあこれほっといて、近術が来るのでここは雫もうぶっ放しておきましょう。いやー、やっちまったな。全然ノーデスあったな。
全能でさったぞ。オッケー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 、大丈夫大丈夫、焦らない焦らない。さあここからどんな戦いが待ち受けているのか。まあ波動で耐え抜く。よし、あれ雫俺打ったよね、雫入った後か。これ攻撃回数が非常に多くなるんでね。あーっと、ダーミカーシュナイス。このねランドインパクト、このタイミングでのランドインパクト、めちゃくちゃダメージでかいんでね。ちょっと怖いよこれ、大丈夫ですか。待って、叩きつけ、ちょっと待って叩きつけ。よし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 、ドルマドンもねちょっと危ないからね、処理しておきましょう。いやーちょっと厳しいな、賢者がなんか落ちてるな、いつの間に落ちたのこれ、見てなかったよ。先に雫だな、雫の選択で。もうね厳しいんで、またねマセオが来るんで、ちょっと頑張って地縛り、もう右落としたい、ギガスラ溜まるまで。チャクラも打っちゃえ、剣術痛いよ、剣術もう右落としちゃう。もうどっちにしろ左手がね、あ左手じゃないや、左落とし、左手を落としちゃう。もう右も速攻再生するんやから。ランドインパクトやめてー。よし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 、ランドインパクトのねこの仕様もちょっとわかんないですけどね、めちゃくちゃなんか高火力の時も。ナイスベホイミ、じゃあハッスル入れとこう。ちょっとね素早さダウンが痛い、ピヨっていきたいんだけど、ピヨさえもたまらない。まあこの後賢者が戻れば少し楽になるのかな。いやー厳しいよ、ここまでね時間かけてやる予定ではなかったというかね、かなり失敗状態なんですけど。よし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 、天茶が入るよ、天茶天茶入って、でギガスラルビスまでつながるか。よいしょ、ジーゴ真ん中落としちゃおう。いっちゃ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 い、はあ。はい、ということでね、残念ながらノーデスはできませんでしたが、まあこのような形でノーコンを目指しましょうと。まあ、ポイントとしては、まあ、装備体制を、もちろん揃えるのはそうなんですが、やはり全体スキルを多めにして、真ん中のドスラーデスのね、ゲージ割りでの禁術、あとは、まあ、ラストゲージ入った時の禁術のタイミングで、右手、左手がいない状態を作るというのが、まあ、非常に攻略にとって重要な要素になってくると思います。最後ね、装備スキルだけ改めて確認しましょう。はい、今回ねジェームス、パンダマルベリーのー装備がですね、ミラクルハット、まあ、ヒャドがね、ゲージ割りの時に、右手がまあヒャド打ってくるのでヒャド耐性積んでおります。あとはショック、そして、眠りと麻痺が あるので、それに立ち向かう頃で、まあ、ゲージ割りの人はね対応するぐらいな感じがいいんじゃないでしょうかね。ルブシドロイでランドインパクト耐性で、三河足ですね、メタスラムーブ、そして炎ブレス、灼熱が1回ありますので、まあ、天空の盾でもいいですし、天空の盾でブレスダメージ軽減とアトモスの首飾りで炎ブレスダメージ軽減、女神の指輪で眠り麻痺両方をね対処できるということなので、こういう風な装備をできるキャラクターがね一体は出てくるかなという感じですね。サブ見ていきましょう。グリガムのムチでございました。ドラゴンヘルブでね闇ブレス炎ブレス両方に対して耐性が取れるので、ここでも有効ですね。そして光ドレスでこれは闇ブレと、まあ、攻撃呪文ダメージ軽減中で、ヒャドに対しての耐性が取れると。なんでこのねドラゴンヘルム光ドレスの組み合わせはかなり今回のドスラーデス用のまあ、防具と言ってもいいぐらい耐性がマッチしてますね。そして、ランドインパクト用にメタスラローブした、まあ、全員がねメタスラローブした装備できるっていう環境はある方ない方いらっしゃると思うので、ここはね三河市のバーニースーツであったり、パパス鎧し、あ、パパス服したとかね、はじめ鎧したとかでもいいので、とにかく三河市あるものを体下に装備して、体上と頭でそれ以外の耐性を確保していくと。でロトタテはマヒャドに対しての耐性を上げて
ていく感じですね。このキャラクターはマヒャドの、ヒャドに対しての耐性というのは攻撃呪文ダメージ軽減だけで対処しているので、まあ、ロト盾にしております。で、アクセは眠りと麻痺に対しての耐性を持ってきていった感じですね。で、スキルに関しては必ず全体攻撃を多めに配置すると。今回であれば、まあ、地縛り打ちとかはね、皆さん持ってるスキルだと思いますんで、まあ、こういった類、また岩石落としとかね、そういった類でしょうか。で、賢者の装備でございます。賢者の中にですね、まあ、ヒャド耐性がある装備としてフルーツアーモンドの兜とかね、あとはあれですか、トナカイ頭巾とかも耐性あるんですが、この間ねゾーマーサンイベ、今現状も来てるのかな、あれ現状はもう終わったのか、とかでねゲットできたフルーツアーモンドが、まあ、再利用できたと。あとはまあ今回はメタスラの杖でイオナズンを持ってきてますので、メタスラローブ上で一応攻撃呪文ダメージ軽減弱もついてますんで、ヒャドに対しての耐性も確保できると。で、メタスラローブで、ランドインパクト耐性、ルビス盾で、まあ、そもそもヒャドであったりね、あとは魔性の禁術自体も魔法扱いになりますんで、それらを、ガードしている場合は、まあ、その、なんだろう、耐性無視してね、ガードはできますが、まあ、100% ガードできるというわけではないので、ないのでね、こういった耐性を持ってきておりました。まあ、だから実際あれなんですね、闇ブレスと炎ブレスは賢者を捨てていたというような装備になっちゃってます。まあ、これ逆の方が良かったかもしれないですね。私なんか無意識でこういう装備にしてますけど、ドラゴンヘルム光ドレスをこっちに入れた方が良かったかもしれない。あ、違うか、メタサラローブ上がどっちにしろ入れなきゃいけないから、まあそれでもドラゴンヘルムを賢者に装備した方が良かったかもしれないな。まあ、ヒャドがね、結構なんていうんですかね、あのラストゲージ例えば右手が生きてる状況だと、ヒャドがねかなりね状況をあのかなり連発で打ってきてね、嫌だという印象があったんで、多分こういった装備になってると思いますが、こんな感じの装備で、挑んでみました。やはりね、まあ、協力全体スキルあれだけ積んでああいう形で、まあ、もうちょっとね、うまくやればノーデスも見えていたのかとは思いますが、非常に難しいダンジョンであるということは間違いないんですが、まあ参考に、攻略皆さんもやってみてください。もうね、あのコンティニューしてクリアしてるとかっていう人はいるかもしれませんけどね、濃厚にチャレンジしてみてもいいのではないでしょうか。またはたまたねノーデス、私もね、まあ、数やればノーデスはできるんでしょうけど、まだやれていない状況でございます。ということで今回はドスラーデスソロ攻略要素こんな感じだよというのを動画にしてみました。参考にしていただければと思います。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。